出社して朝着いてからまず見ることが多いですね。順番も振ってくださってるのでとても分かりやすくて使いやすいなと思います。こちらは斉藤純也さんのセミナーを見させていただいて、はい、勉強させていただきました。エアーの金丸さんも全く同じことをやられてて、実は僕も取り入れさせていただいてます。鉄平のドキュメンタリー動画、本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。いや、めちゃくちゃいい感じに取材していただいて非常に感謝しております。鉄平さんの日々の努力がね、はい、いい感じにこうやっぱ表現されてましたかね。いや、もう最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。多分見てる方たち、経緯わからないと思うんで、うん、ちょっと経緯をお話しさせていただきたいなと思うんですけど、ゴールドの米田くんと僕すごい仲良くさせていただいてまして、米田くんからですね、ぜひ寺村さんに紹介したい熱い男がいるということを伺って、僕のセミナーに米田くんと鉄平が来てくれたんですよ。でそこですごいガッツのある若い子だなと思っていて、でその後ご飯行かせてもらった時に、あ、この子と働きたいなって、なんかこの子もっと上に行けるなってすごい思って、でそこからですね、いろいろやり取りさせてもらって、僕いろいろこう商品だったりサロンだったりプロデュースさせていただいてきたんですけど、初めて人のプロデュースにチャレンジしたいなと思ったんですよ。で今時代的にですね、こう何かに特化してる美容師さんっていうのが結構注目されがちだと思うんですけど、なんか一周回って全ての技術をしっかり極めてる美容師さんっていうのがこれからもう本当に必要になってくるんじゃないかなと僕は思ってまして、全部極めてみないっていう、もうスタイストですでにお客さんいて、まあ人気のスタイストになってたんですけど、そのもう全部できる美容師極めてみないっていう話をして、本人もチャレンジしたいっていうところで、技術を覚えるには時間もかかるし、教える側の負担もあるじゃないですか。僕も教える時間取れないんで、どうにかなんないかなと思った時にですね、森本さんにお願いしたんですよね。安くもね、はい、はい、まあ、使いたいっていうね、はい、ご提案いただいて、はい、でちょっといきなり行くとあれなんですけど、まずその森本さんと高尾山一緒に行きませんかって言って、森本さんもね、ランニング好きなので一緒に高尾山をトレイルランって言って走って登ったんですよね。でその時にちょっとヘアキャンプ使いたいんですけどって話をして、お金払うんで使わさせてくださいっていうご提案をさせていただいて、そこからですね、そんなお金いいんでって言ったんで、正直言ったんですけど、いや払いますっていう形でね、はい、導入いただいて、そこからですね。そうですね、今回も本当僕は単純にすごいいいサービスだなと思ってずっと思っていて、僕もですねアシスタント時代もう早く上手くなりたかったから、もうずっと美容業界誌買ったりとか休みの日セミナー行ったりとかしてこう頑張ってきたんですけど、まあ、ヘアキャンパスはじめ動画だったりとかオンラインサロンとかでいっぱい学べる時代において、学び方 を知らないというか、なんかコツってあると思うんですよ。なんだっけ、ただ見て覚えれないことってあると思うし、見た後にどうやって上手くなっていけばいいかわからないっていう人たちもいっぱいいるとなと思ってて、僕も苦労してこう技術習得してた時に、なんか結構学び方のコツ知ってるなと思って、なんかそれをヘアキャンプさん使わせてもらいながら鉄平に落とし込んでいって今やってもらってる感じなんですけど、今回こう密着したいっていう連絡来た時すごい嬉しかったです。いや、もうね、鉄平さんのこの日々の努力はやっぱりこう、まあ、僕もあの瞬間からインスタフォローさせていただいて、はい、でこう見てるとね、こうヘアキャンプもメンションつけていただいて、今日はこの動画見た、明日はこの動画見るみたいな感じで、まあ、常にこう発信されてて、はい、でそれをやっぱこう常にインプットした先のことをねずっとやられてるじゃないですか。寺間さん、多分初めトレーランさせてもらってる時に、こう学んで、まあ、終わってる人が多いと、はい、その学んだ先をちゃんと、うん、まあなんだろう、学んで例えばセミナー受けましたってストーリー上げる人多いけど、その受けたっていうストーリーを上げるところまでがゴールになってしまっていて、うん、でその先のじゃあその成果ってどうなのっていうところを、まあ、お話しされてて、はい、まあ、すごいこう共感したのを今でもね覚えてるんですけど、鉄平さんもどんどんみるみる上手くなっていくんで、いやそうなんですよね、これはやばいと思ってねぜひこう密着させてくださいっていうのを僕の方からお伝えしました。実際どうですか、
セミナー後に練習したって言って結構ストーリー上げる人っていらっしゃるんですか？いや、でもやっぱいないですね。受けましたっていうところで、ちょっとここからトレーニングしますって、はいはい、まあ、もちろんそこでやってない人が多分ほとんどじゃわけじゃないと思うんですけど、その先はやっぱりこう発信する方っていうのはまずいないですよね。はいはいはい。じゃあ結構ああいうてっぺんみたいな人は異例ですね。異例ですね。異例ね。嬉しいですね。多分これ見てる方もなかなかそういうストーリー見る機会って多分なかなかないんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、僕がまあ教えたのはやっぱその僕らの時代も先輩に練習見せてもらったりとか、うん、あの店内でセミナーやってもらった後になんか今日見てもらってありがとうございましたとかっていう報告するのみんなできるじゃないですか割と。でもその後にこういうふうに練習したんですけど見てもらえないですかとかってやる子って結構少なかったなと思って、で僕はそれをやったことで先輩から、まあ、いい意味で可愛がってもらった、お前本当めっちゃ練習するなみたいな、だから気にかけてもらって教えてもらえたっていうのがあったので、まあ、いい感じにすくすく育ててもらえたなと思ってて、だからこれがデジタルの時代においても絶対一緒だなと思ったので、まあ、練習したら練習をその技術を学んだ人にちゃんと報告した方がいいよって言ったら、まあいうことを自発的にやり始めたって感じですね。本読んでブログ書けみたいなのがありますけど、やっぱそういうことをずっとやってるってことですもんね。そうですよ ね、はいはい、でも森本さんもこう美容業界の教育改革をされていて、はい、まあ、ヘアキャンプを通じてやっぱ美容師さんたちにはどうなってほしいなって考えられてるんですか？そうですね、まあ、やっぱり見て終わりじゃないその先の体験のところで言うと、うん、まあ、僕たち の、 そのミッションの中にも入ってるんですけど、やっぱり人生を加速させる学びとの出会いというのを掲げてて、あ、素晴らしい。で、まあ、そのやっぱ加速するっていうのは、まあ、やっぱね、さっきの寺間さんの話じゃないですけど、見て終わりじゃなく、まあ、その先どういうふうにこう成長して、でその成長した体験からなんかどういう体験ができて、どういう未来が待ってるみたいな、まあ、その先結構進んでいると思うんですけど、まあ、そこの部分をまあ僕たちはフォーカスしながらサービス提供していきたいなと思ってるんで、まあ、それがやっぱこう技術だけではなく、ね、本当にマーケティングセミナーとか結構発信してる方もすごいたくさんいると思いますけど、はい、あの美容師さんの技術問わず本当にそういうふうなこうちっちゃなこの成長の体験を自分のこの人生加速する体験にまあつなげるようなサービス提供できればいいかなと思ってます。僕からこう美容師さんに伝えたいこととしては、この今回の結果の密着を見て、そのスタイリストになったことをゴールにしないでほしいなと思っていて、美容師を やり続ける限りやっぱり常にお客様を喜ばせ続ける上でやっぱ技術習得ってすごい重要だと思うんですけど、スタイリストになってからももっと上手くなりたいっていう思いで、まあ、彼がどういうふうに成長していくのかを見ながら感化されてもっと上手くなろうとする美容師さん増えてくれたらいいなって思うのと、あのサロンを経営されている方にお伝えしたいのは、こういった素晴らしいその教育サービスを作ってくださっている会社さんあるじゃないですか。でこれをただ入れるだけではなくて、それをどう活用してあげたらスタッフがちゃんと育つのか、うん、そしてなんかほったらかしにするんじゃなくて、その子たちがどういうふうにそれを活用してその成長しているのかっていうのをちゃんと見てあげて、アドバイスしてあげてこう欲しいなって思います。まあ、絶対そこの課題感じてらっしゃるオーナーさんたくさんいますからね、はい、あの今回のこの鉄平さんのこの動きっていうのは非常に参考になるオーナーさん多いですよね。間違いないと思います、うん、あと鉄平さんの成長もちょっと注目してほしいですね。見てほしいです ね、ぜひこうインスタもちろんフォローしていただいて、はい、なんか日々のこの発信の中でこうなんかどんどん成長していってる彼をねこう見ながらこうこの動画も合わせて見ていただけるとより楽しいかもしれないですね。はい、間違いないです、はい。